さて今日はですね、新しい今結構話題になっている新製品、新ガジェットを紹介したいと思うんですが、それがこちらの、ユーグリーンのナスシンク、ナスシンクだと思うんですけど、まあ、っていうね、シリーズのナスになります。ユーグリーンって言えばあの USB の充電器とかあとケーブルでねお世話になってる人も多いと思うんですけど、そのユーグリーンがねナスを出すということで、こちらねすでに海外ではもう製品が発売されていて、あのキックスターターではねなんと10億円以上というね資金を集めて、キックスターター最優秀賞にも選ばれている製品がついに日本でも2月の14日にね登場して、でなんとその際にはですね 40% オフという、まあナスを検討していたという人にとってはねもうこの機会に買う気がないなというぐらいね、あの期間限定ですごいえぐいねお買い得価格で購入することができます。あのフリーランスの方や小規模オフィスではもちろんなんですけど、ホームユースでも非常に使いやすくて、プライベートなねクラウドサーバーとしてもあの機能するので、例えばドロップボックスとかあとは iCloud とか Google ドライブといったあのサービスをね使ってて、でそろそろちょっと容量が厳しくなってきたなという方にはねあのすごくおすすめできます。クラウドストレージのサブスクリプションに、まあ、毎年数万円を払ってるなんて人も多いと思うんですけど、初期費用はかかるけど、まあ、それ以降はねお金がかからないので、長い目で見れば断然こっちの方が、まあ、経済的にはなります。というわけでねちょっと前置きが長くなっちゃいましたが、ここからはですねこのナスシンクの特徴とあと実際にねプライベートサーバーとしてどんな感じに使えるのかっていうのをご紹介していきたいなというふうに思います。ではまずねこのナスシンクというシリーズなんですけれども、現在は日本では3つのラインナップが用意されてます。大きな違いは、まあ、ハードディスクを積める数になっていて、2ベイと4ベイとあと6ベイのね3種類があって、今僕の手元にあるのがこれ6ベイの DXP6800 Pro という製品になってます。でこの3つあの、まあ、ハードディスクのベイの数以外にもあの細かいスペックの違いはちょこちょこあるので、詳しく知りたいという方はですねのホームページにあの見やすい比較表があるのでぜひそちらを参照してほしいんですけれども、あの大事なところをピックアップすると、まず最大容量が2ベイだと最大64テラで、4ベイだと最大112テラバイト、そしてこの6ベイのタイプだと最大160テラバイトまで容量を増やすことができます。そして NAS の、 あの通信速度を決めるも大事な LAN ポートなんですけれども、あの2ベイの方は 2.5GB イーサーのみとなっていて、他の2つは 10GB イーサーに対応しています。なのでもし動画編集をやるのであれば、4ベイ以上の 10GB イーサーに対応した製品を選ぶことをお勧めします。でこの6ベイモデルには他にもサンダーボルト4のポートが2つ、そしてここにですね SD4.0 のカードスロットもあるので、まあ、外付け SSD とか SD カードからデータをここに保存したいときは直接挿してね、NAS にデータを転送することができるのは PC を介してネットワーク経由で転送するより早くてね、あのすごく便利になってます。でね僕が気に入ってるのがねこの外観ですよ。このねかなりソリッドなデザインはねすごくまあかっこいいですよね。サイズ感としてはですね、まあ、この6ベイのモデルはそこそこあります。なのでちょっとね、まあ、デスクの上に置くのは厳しいんじゃないかなという、まあ、感じのサイズになっているんですけれども、まあ、でもNASなのでネットワークにさえつなげば家中どこからでもアクセスができるので、まあ、置き場所の自由度は結構高いです。このトレイにハードディスクを装着してNASにぶっ刺すんですけど、特にねこれがね工具とかを使わなくてできちゃいます。NASっていうのはもうほんとね一つのこれパソコンみたいなもんなんで、まず初回のセットアップっていうのがね本来非常に大変だったりするんですけれども、でもこいつはほんとね、まあ、ハードディスクを挿して電源を入れるだけでまずセットアップが自動的に始まります。そしてネットワークにつないだら、パソコンのブラウザーから find.ugreen.nas とアクセスすると、まあ、それだけでこいつをネットワーク上から見つけ出してくれて、そこで初回ねアカウントのセットアップなんかをするだけで簡単にこの NAS にログインすることができるようになります。で僕これまでねいろんなねあのメーカーの NAS を使ってきたんですけど、まあ、間違いなくここまではねあのこいつが一番簡単でした。
アカウントをセットアップしたら、そのままブラウザー経由で、まあ、この NAS にアクセスするのもいいですし、あと Mac とか Windows にはあの専用のクライアントもあるので、そちらをね、あのダウンロードしてきて、そこからあの NAS にアクセスすることもできます。で、NAS にアクセスすると、あのこんな感じのインターフェースになっていて、もうね、本当あの普通のパソコンっぽい感じになっているので、まあ誰でも本当ね、直感的に触れると思います。で、この画面はね、あのすでに僕がセットアップを終えている状態にはなるんですけれども、あの最初にやったことといえばですね、まずあのファームウェアアップデートをして、で、次に差し込んだハードディスクを、まあ、どういった形で運用するのかっていうのを設定します。僕は今回6本のハードディスクを RAID 5で運用することにしました。なのでトータルで 36.3TB の NAS 兼クラウドストレージとして使用することができます。で、RAID をセットアップしたら、自分のアカウントの専用フォルダーが作られて、そしたらですね、Mac の Finder とか、Windows の Explorer 経由から、NAS にね、直接アクセスすることができます。で、自宅とかにいるときは、この NAS に保存されたデータっていうのは、まあ、Mac とか Windows を経由してね、まあ、今みたいにローカルネットワーク経由でアクセスすればいいと思うんですけれども、外出先からインターネット越しに、まあ、PC、あとはスマートフォンからね、アクセスすることができます。で、この NAS 自体のファイルブラウザーから、一つね、面白いことができて、ファイルを選んで右クリックからね、この共有っていうのを選ぶと、このファイルをローカルネットワーク内だけじゃなくて、外部の人にも共有できるんですよ。なので、大容量のファイルをここからね、もう直接相手に共有してダウンロードしてもらうこともできるので、いちいちあのドロップボックスとかあの Google ドライブを経由するっていう必要もなくなるので、まあセキュリティ的にも安心ですし、便利ですね。じゃあね、このセットアップした NAS、これがね、どのくらいの速度なのかっていうのをチェックしてみたいなと思います。まずはこの 8GB のファイルをね、NAS に転送してみましょう。そうすると、こんな感じで、だいたいね、12秒ぐらいで転送することができました。まあ、結構やっぱり早いですよね。で、次にこのね、ベンチマークソフトで読み書きの速度を検証してみたんですけれども、書き込みはだいたい 700MB/s 弱で、読み込みは 300MB/s 強の速度が出てますね。あの書き込みはね、すごい十分早いんですけど、ちょっと読み込み速度はあの控えめかなと思いましたね。まあ、でもちなみに 300MB/s あれば、まあ、4K プロレズ HQ やあとは H265 でも 8K の動画はね、あの読み言うであの読み込んであの編集とかができる速度になってます。はい、そしたらじゃあ NAS の画面にちょっと戻ってね、他の機能も少し見ていきたいなと思うんですけど、まずね、このアプリという、アプリを立ち上げると、インストール可能なアプリの一覧が出てきます。で、ここからお好みでね、自分が使いそうだなと思うものをどんどんインストールしていくんですけれども、まあ、写真とかこういったね、オンラインドキュメントといった、まあ、Google の、クラウドサービス的な使い方をしたければ、これらをインストールして使用することもできますし、他にもこの同期とバックアップっていうアプリをインストールすれば、まあ、例えばね、こう接続した、まあ、Mac とか PC の、特定のフォルダーとこの NAS のフォルダーを双方向または一方向でこの NAS と同期させることができたりします。なので、あのお好みでね、かなり柔軟なバックアップシステムをここに構築することもできます。で、さらにこのね、バージョンマネージャーっていうアプリを追加でダウンロードすれば、同期とバックアップアプリ、まあさっきのやつですね。で、同期しているフォルダー内のファイルを自動的にバージョン管理してくれるようになるので、例えばあの Mac と NAS を双方向同期させてた場合、間違えて Mac の方でそのファイルを削除しちゃったっていうことになると、まあ、NAS の方からもう消えてしまうので、物理的な障害には強くはなるんですけれども、そういったヒューマンエラー的な時にバックアップとしては役に立たないんですよね。でもこのアプリを追加でインストールしてやれば、世代管理ができるようになるので、間違えて上書きしちゃったとか、過去の状態に戻りたいとか、それこそ削除しちゃったとか、そういった、まあ、ミスも防げるようなアプリも、まあ、揃ってます。じゃあね、最後にちょっと写真機能っていうのを見ていきたいなと思うんですけれども、この写真機能が、iCloud とか、まあ、Google ドライブのね、代替として結構使いやすそうなんですよ。まずこのスマートフォンの Ugreen のアプリを立ち上げて、で NAS と同期するギャラリーをまず最初に作成します。
でここにね手動で、まあ、スマホからこう写真や動画を追加する、もしくはあの自動的にスマホ内の写真とか、動画を全部まるっとバックグラウンドでねコピーするっていう、まあ、2種類の方法を選ぶことができます。で今回は僕はあの手動でねいくつか写真と動画を追加してみたんですけれども、しっかりと iPhone の写真アプリみたいにあの年月日で自動的に仕分けされて、でアルバムもね自由にあの使用することができたりと、まあほんとね普通に使い勝手がいいです。でその上でこの NAS の、まあ、容量上限まで写真や動画を、まあ、いくらでも追加することができるので、まあ、僕だったらね 36TB 使えるわけですよ。で僕はね結構写真を撮影するときにできればRAWで撮りたい派なんですよ。でもちろんね JPEG で撮影することもあるんですけれども、あのRAWを iPhone の iCloud でねこう扱ってしまうとすぐに容量がパンパンになっちゃうので、なので JPEG で撮った写真は iCloud の方に保存しておいて、でRAWは今別のねあのクラウドで管理するみたいなことをやってるんですけれども、そうすると2箇所でね写真を管理しなきゃいけなくなってくるので、これがねすごく面倒だったんですよ。でもねこのプライベートクラウドを使えば、もう正直RAWで撮った写真だろうがなんだろうがもう全部気にせずにあの1箇所で管理できちゃうので、それはねすごくありだなというふうに思いましたね。でこのね写真ツール、まだまだ全然こんなもんじゃないんですよ。このねツールボックスっていうところから、設定でスマート設定と進むと、さらにこの写真機能っていうのを強化できて、まあ、人物の識別やシーンやオブジェクトの識別、あとはペットの識別といった機能を開放することができるんですけど、面白いのがこのねモデルトレーニングパッケージっていうのをインストールすると、例えば iPhone の写真機能でもね、あの人物とかシーンとか、まあそういうのはね自動であの識別してくれるんですけど、もっと任意のアイテムとかを識別させたい時ってあるじゃないですか。まあ、そういったものをねこれ学習させて自動的に識別できるように、することができるんですよ。で僕もあのまだねちょっと全部は移行しきれてないので、まずはテストでねあのおなじみのこいつの写真を数枚撮って、学習させてみたんですけど、そしたら僕がねあのここに保存した写真の中からちゃんとね、識別して自動的にそれらをまとめてくれてました。これはね結構便利なんじゃないかなと思いますよ。それこそ、まあ、人物以外の写真、例えば車とか動物とかをね普段よく撮ってるっていう人は、それらを個別にね、まあ、学習させておけばあの簡単に後から見つけやすくなると思うので、結構これはねあの、まあ、実用的な機能なんじゃないかなというふうに思うし、これこそやっぱりプライベートクラウドの強みだなというふうに思いましたね。でこれは iCloud といったパブリッククラウドではね、まあ、やっぱりなかなかちょっと実装されにくい機能かなというふうに思うので、プライベートクラウドの強みかなというふうに思いましたね。はい、というわけで NAS はね僕があの前々からずっとおすすめしているんですけれども、やっぱりねあの数十テラのストレージを、まあ、手に入れることによって、何個も何個もあのこう小さいね SSD とかを管理しなくて済むし、あとバックアップもやっぱり全部こうまるっと任せられるので、写真や動画を扱う人であればもういつかは絶対にあの導入した方がいいアイテム、僕はナンバーワンだと思ってます。で2月14日から始まるクラウドファンディングでは、まあ、冒頭でもお伝えした通り 40% オフ、あの今回ね日本でラインナップされてる一番大きいこの6ベイのモデルでも、まあ、11万ちょっとっていう価格で、あのこれはねちょっと高いなと思うかもしれないんですけど、10ギガビットイーサーに対応した NAS かつその他の細かいねスペックを見てもこれはね価格破壊級のお値段になっているので、ぜひねこの機会に、NAS の導入を検討してみていただければなというふうに思います。はい、ということで、本日はねこのユーグリーンの NAS シンク、ナシンク、綴り的にはナシンクなんだけど、ちょっと最後までこれは分からなかったんですけど、ユーグリーンのナスシンクの DPX シリーズのね紹介でございました。はい、それでは皆さん、ではまた次の動画でお会いしましょう。ピース。